一番びっくりしたのは何か、私たちは何も知らずに患者さんを見てるんだ。医学モデルの解剖は知ってても、ペットモデルの解剖全然知らない。私は新しい発見するためにまた行くわけ。もう今が一番楽しいんです。遊びの中でいろんなことを学べるわけでしょ。遊んだらいい。私キスマット2のねコンサート行くんですよ。はい、まあ今コロナのことがあるのでね。そうですね、はい。ちょっとあの普段とは全然違ったあの病院での活動なんですが、はい、あの元々病院でのあの元々のその活動のことを含めて言いましょうかね。はい。あの私大体4時から4時半ぐらいに起きるんです。はい。はい、朝の4時から4時半ぐらいに起きます。はい。でそれからですね、まあいろいろと朝こうのいろんなことがありますよね。はい。そういうことをやって。だいたい6時半前後にあの、はい、家を出ます。はい。はい。で、7時前後にあの病院にあの入るんですよ。一番早いじゃないですか、じゃあ朝。あ、早いですね。あの、まあ、あの、私たちの病院は早出っていうのがあるんですけど、はい、早出のスタッフよりも早いことが多いですかね。へぇ。7時前後にだいたい入りますよ。ちなみに、はい、今日は6時50分ぐらいに入りました。あのまあそういうふうにあの動くんですけど、はい、あのまあ朝はほらいろんなことができますよね。スタッフたちが来る前に、まあ、いろんなあの、宿題があったりとか、あのいろんなメールが来たりとかしてますし、はい、そういうことをやったりとかですね。まあそういうもろもろやって。で、あの、実際の皆さん、あの、スタッフたちが集まって仕事が始まるのが、通常の日勤であったら8時半です。うん、8時半です。はい、まあ、そこからいろんな、あの、やりとりがあっていくんですが、はい、あの、まあ、今日はこの患者さんとこの患者さんとこの患者さん気になるから見ようかなって言って、こう、あの、スケジュール立ててるのと、それとスタッフたちが大体よく質問に来ます。はい、はい、でスタッフたちが質問に来る、あるいは私が途中であのスタッフを捕まえて、あるいは患者さんに声かけて一緒に見るという場面があって、だいたいそういうケースがですね1日7、8人ぐらいあの、いらっしゃいますね。はい、であのそれぞれで非常に私も勉強になるし、うん、あのスタッフにもあのすごくやっぱり有益な時間でしょうし、で患者さんにとっても見てもそうですよね。やはりあの若い子たちが見るだけではなくて、あのあ吉尾がこうして言ったんだから、あのこれは大丈夫なんだこれでというふうにあの思えてもらえたら、またそれでプログラムにうまく進んでいくでしょうし、うん、で私は私でただ単にこうして指導に行くためにだけ行くんじゃなくて、私は新しい発見するためにまた行くわけです。うん、はい、でそれでまたあの画像をちゃんと見ると、だから私そうして見る患者さんたちの画像は必ず見ます。うん、はい、脳画像と現象とずっとマッチングしながらそうして重ねていくわけですよ。うん、だからそういうのをとにかく私は積み重ねながら、そしてそれをまた彼たちに影響を与えていって、うん、であの患者さんにそれが反映されていくようにしていくっていうのがここの病院の中での活動です。うん、そしてそれが終わったらまあお家に帰ってゆっくりすると、うん、いうことなんですけどね。はい。はい、まあ早い時はあの、はい、6時ぐらいに病院を出たりすることありますけど、はい、まあ、病院6時ぐらいに出る時って何かが待ちであるというとですよね。はいはい、まあ遅い時なんかはあの11時12時ぐらいまで残って何かやってたりとかすることも結構ありますね。解剖でしょ。解剖で、あ、なるほど、そうですね。はい。うん、もう解剖に費やした時間っていうのは、これはもう圧倒的です。はい、なるほど、ね。もう、札幌医科大学にいた頃の、うん、あの夜中は、ずっと解剖学教室でしたから。はい。もう、非常にそこから学んだことと多かったですしね。で、解剖するためにね、あの、いろんなところにもまた出かけて行ったりとか。やっぱりすごかったですよね、それはね。もちろんあのこうして患者さんたちを通しながら学んでいくっていうのは、
はこれはまたさそれに匹敵するだけのものを当然あるわけですけど、患者さんを見るだけではね必ずしもやっぱり学べないところがあるんですよ。なるほどね。要するに理論化できない、要するに自分で思い込んでこうだというふうに答えを出してしまう、そうですね、そういう危険性があるわけですよね、それをやはりなくすためにもそういう基礎的にちゃんと学びをしていくってことがすごく私は大事なことだと思いますね。なるほどね、はい、改めてこう多角的にこう学んでいくことの重要性っていうのが、あるなと感じました。そうですね、一方で人間ですからね人間学も大事ですね、はい、そうですね、はい、医療学部の解剖にずっと携わってて、でそれから学外の、時には韓国に行ってこう解剖させてもらったりとかしたんですが、トータルでやっぱり触れたご遺体って700体ぐらいのご遺体です、でそこの中で200体ぐらいが新鮮なご遺体ですね、亡くなってすぐのご遺体。やはり吉尾さんは PT なんだから動きが分かる方がいいでしょうということで、私にとってみたらその動いてるご遺体を見れるっていうのは何よりもやっぱり大事なことでしたから、200体ぐらいのご遺体に触れることができました。とても勉強になりましたね、やっぱり一番びっくりしたのは何かというと、はい、私たちは何にも知らずに患者さんを見てるんだと。なるほど。これはねちょっとね、はい、驚きでしたよ。はい、もっと知ってると思ってましたね。解剖については他にはもう言わせないぐらい解剖のことはね知ってるような、なんとなくなんかあるじゃないですか自身が、はい、でもでもとんでもない、医学モデルの解剖は知っててもセラピストモデルの解剖全然知らない、はい、私たちはセラピストですから、そういう解剖をやっぱりちゃんとやっていかないと、臨床には必ずしも役に立たない、はい、なるほどね。例えば、この教科書で解剖を学ぶのと実際の、ご遺体で学ぶのでは、先生の中ではどういった違いがあったんでしょうか。ですね、はい、まずねどういうふうに動くのかとか、どういう奥行きがあるのかとか、そういうのって教科書ではわからないじゃないですか、例えば関節軟骨ありますよね、関節軟骨って私たち関節軟骨って言葉だけど終わっちゃうんですけど、関節軟骨って実は濡れた氷よりも滑るんですよ、濡れた氷よりも滑るボールとソケットで股関節作るわけでしょ、このたった2個の上に骨盤が乗ってて体幹が乗っかってるわけですよ、ここのところでどうやって制御していくのか、ね、これはね相当な妙がないとできることじゃないですよね、そこは知りたいじゃないですか、はい、それはね解剖の本見るだけでは絶対わからないんですね。なるほどね、もうあれじゃないですか、いや家族を私大事にしてるとは必ずしも言えないですよ、こんな人ずっと離れてるわけですから。いやいやいやもうそれはもうこれはもう歴然としてますけどね、はい、でもねやはりなんていうんですかね、彼女たちがこうしてこう、はい、私がこういうことをやる、こういう解剖をやる、自分で納得できることをする、そういう姿を見てることがやはり自分たちにとってみてもこう大事だと、もうそう思ってる、これはすごく私にとってみると力になりますよね、なるほどね、相当苦労かけたと思いますけどね、はい、ありがとうございます。もうまさに先生はもう家族に誇れる生き方をしているし、家族を本当に大切にしていて、前おっしゃってましたけど毎朝奥様に電話してるって言ってましたもんね。そうですね、そんな人は多分この業界のトップランナーには一人もいないかもしれない。ほら一人で生活してたら生きたえてるかもしれないし。難しい話ですよね、はい、こう今の若いもんはとよく話が出て、はい、その時代その時代でそういう言葉が出てくるんですが、はい、それは社会がそういう若い人たちを作っていくわけですから、はい、その社会の中で生きている以上はその若者たちが出てくることは受け止めていかないといけない、はい、いいふうに思うんですよ、はい、でその若い人たちの持ってる素晴らしいところ、
逆にもうちょっとこういうところがあったらいいねと思えるようなところいろいろありますよね、はい、でやはり それぞれのところで その今の若い人たちはっていうのはありましたよ。確かにありましたけどね、やはりね賢いですよね今の若い人たちは。本来は本質的には賢いんだと思いますよ。賢いけどその賢さを活かせないな、うん、せっかくそれだけのものを持ってるんだったら、うん、もっともっとがむしゃらにやるところもあっていいんじゃないかなと思ったりしますね、はい、それとね今のはほら真面目な勉強じゃないですか、はい、それと同時に遊べってもっと遊びなさい、はい、遊びの中でいろんなことを学べるわけでしょ、はいね、これも大事なことですよ。遊びを知らない、はい、遊びを知らないもっと遊んだらいいと思いますよ、はいね、堂々と遊んだらいい。その中でやっぱり学んでいくこともすごくたくさんありますから。わかりました。僕もちょっと遊び足りなかったなとちょっと反省して真面目だからだから真面目に遊びます、私ね、私キスマイフット2のね、はい、キスマイフット2ご存知ですか、はい、知ってます。キスマイフット2のコンサート行くんですよ。先生からそんな言葉が出るとは思いませんでした。いや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 、今年はねコロナのことでね全然行けなかった。大阪とね、本当は東京、大阪ドームとですね、はい、東京ドームとか福岡ドームとか行くんですよ、はい、でも今年行けなかったんですよ。あ、そうですね、そういう中でねまた学ぶこともあるんですよ。へえ、なかなか非常に参考にこれはなりました、はい いやあまりそう大それたこと考えてないんですよ。大それたこと考えてないんですけど、はい、要はやっぱり自分で納得できるっていうことが大事ですよ。自分が納得できる、はい、納得できるためにはやっぱり根拠を持ってきちっと取り組んでいくっていうことはやっぱり大事ですよね、うん、自分をごまかさない、やっぱりそうした納得できるような仕事をしていくために、今までこうやってきたことをやるわけですよね、うん、私も67歳ですよ。すごいですよね、はい、でも今が一番楽しいんですよ、ね、どういうことかというとですね、はい、現象とそれと私が今まで培ってきたこの基礎的なことと、うん、今ずっとマッチングしていく、うん、それがどん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 やっぱりマッチングできていくんですよね、うん、これ楽しいですね、うん、すごく楽しいです、はい、でやっぱり知ることって一番私たちの人生の中で大切なこと、はいだと思うんです、うん、特にこの専門職の中にあってはですね、はい、そのことが今実現できてるっていうのはとてもやっぱり私は幸せですよ、はい、あ、素晴らしい、はい、自己実現の世界ですから、はい、言ってみれば、はい、まあ、しかもそれってあまり今までの人たちがしてきてないようなところがあるじゃないですか、うんまあ、リハビリテーションの医療っていうのはヨーロッパからこうして始まってきた、アメリカから入ってきたとかですね、あっても例えば私が今取り組んでるようなこと、はい、多分全世界でもこういう取り組みはあまりなされてないと思うんですよ。そうかもしれませんね、はい、でやっぱりここは自分でこういうことやってきて本当に良かったなっていうふうに思っています、うん、でそれをやはりきちっと形にしていかないといけない。そのことを許してくれた解剖学の教授、村上源っていう教授なんですけどね、はい、この先生にも本当に心から感謝ですね、うん、はい、それがあって今の自分があるし、やっぱりそういうような世界でこうやっていくことを許してくれた家族っていうのもやっぱり大きいですよね、うん、でそのよく分からなかったことをどん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 こうしばかるようにしてくれたその患者さんたちっていうのも、これやっぱり私にとってみたら偉大な存在ですね、うん、まあ、こういうのをもっともっときちんとしたものにしていきたいなと思いますね。ちゃんとした統合をさらに果たしていけたらいいかなというふうに思っています、ね、もう今日先生のことをもともと知っている方たくさんいると思いますが、改めて初めて先生が見た方も先生を知っている方も今日の先生の話を聞いてすごく、これから生きる糧になったことたくさんあったなと、
感動したこと、僕も本当に感銘を受けたこともたくさんありましたし、もう先生にすごく感謝して、あのこれ見てる方にもみんなで拍手したい、そんな気持ちで、最後終わらせていただきたいと思います。今日はありがとうございます。いや、今日本当に先生ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。はい、治らないでいいってことは許されない。理学療法で負けたら理学療法士じゃない、理学療法ぐらいは医者に勝てと超音波で可視化していったということは大きなムーブメント。五輪の書に宮本武蔵さんは鍛錬を書いてる、その先生との出会いが全てでいかずにターニングポイントになったという。